は意外と暖かかった。わかる。昼間さ、いつもより暖かい気がしたもん。全然寒いんだけど、なんかいつもより今日暖かいなって思った。そう、家も寒いそう、ずっと寒いんだよね。なんかさ、暖房がさ、暖房の温度が低いんじゃないって話になってね、暖房の温度上げたんだけど、そしたら今度はね、喉が乾燥するんだよね。もう本当に難しい。冷たい、わかる。マジで布団ってさ、入った瞬間って本当にさ、氷水みたいだよね氷水みたいにさ、寒いよね、入った瞬間って。加湿器だけであったかい？全体に加湿器だけじゃあったかくなれないです。湯たんぽね、湯たんぽなんか憧れだったけどね。湯たんぽって持ってたことないな。あったかそう。靴下履いて寝てる。今日ね、夜寝てる時用に履いてた靴下のまま公園行っちゃった。湯たんぽで妹やけどした。湯たんぽ生で見たことはないかも。喋りながら寝そう。今日なんかめっちゃ眠たい今日なんかめっちゃ眠たいんだけど、話しながら寝ちゃいそう。私さ、これさ、新しいほくろできてるよね絶対。こっちには前からほくろあったんだけどさ、これ多分新しいやつなんだよね。でさ、ずっとね、なんか肌荒れした後だと思ってたので、なんか治んないなと思ってたんだけど、ほくろだよねこれ。でしかもこんなさ、左右対称なところにできてるんだけど、めっちゃやだこんなさ、こんな左右対称なところにできることある？ねえ、なんでほくろって増えるわけ？もうめっちゃなんだけど。絶対にこれはね、パパの遺伝なんだよ。パパってマジでほくろ多いんです。マジでパパってほくろ多くて、パパの背中のほくろって数えたことあるんですけど、本当に星座みたいなんですよ。本当に星座みたいに背中にほくろあるんですけど、多分ね、パパの遺伝で結構ね、体にほくろ多くて、なんかもうさ、どっちだっけ、ここにね、ここにほくろあるんだけど、こことここに、ん、あ、ん、ここにこうあるの、こうやってほくろが、まあ、ここにもあるんだけどね。でここにほくろがあるから、いつもね、ナッピがペン持つとね、ここに口書いてくるんですよ。めっちゃムカつきますよね。ここに口書いてくるんです。顔作ってくの、私の腕に。ムカつくよねそうそうなんですよ、ほくろ多くて。パパの背中のほくろ数えたけどね、もう忘れちゃった。でも3桁はあったね。そうなんですよ、ほくろ多いんですよね、めっちゃやだ。
ね、この辺にね、どっかね、この辺にほくろがあるんですよ、妹が。どっちもこの辺に。手のひらにほくろできた。私ね、ここにできた。ここ、あ、手めっちゃシワシワ。ここにできました、ほくろ。ここ指ってほくろできるんやみたいな、指ってほくろできるんやみたいな、なんか新発見でした。液体窒素ですぐ取れますよ。でも痛いじゃないですか、あれって。地味に、しかもほくろってなんか別に消してもまたできるし、なんか相当嫌なところにできなかったら別になんか消さなくていいかなみたいなとこありますね。なんかほくろはいっぱいできるくせにさ、可愛いほくろとかないんですよね。なんかこのさ、目の下のさ、泣きぼくろとか、この顎のこのさ、ほくろとかさ、なんかこう素敵なね、なんかこう魅力的なほくろはできないんですよ。なんかもうほくろって感じ。 うちの会社で液体窒素売ってます、だって あ、自分でやんの。私自分で消すの。差別しないでください ごめんごめん 泣き袋って可愛いと思うの。泣き袋が可愛いっていうの分かんないけど、でもやっぱなんかあるといいなと思いますよね。なんかエクボとかもそうだし、八重歯とかもそうだし、あったら可愛いなと思いますよね。なんか私昔ラバンドベリーってあったじゃないですか。でベリーってここに星の、あれ、ほくろなのかシールなのか自分で書いてるか分かんないんですけど、ここに星がついてるんですよ、こうやって。めっちゃちっちゃい、多分ほくろなんですよ。多分泣きぼくろの一種でここに星がついてるんですけど、それがもう本当に羨ましくて、ずっと憧れで、ちっさい星のシールをここにつけてました。ずっと憧れだった、泣きぼくろ星 泣き星。それな、は持ってないかな。めっちゃ昔にね、なんかね、ラブ&ベリーの、プリクラがあって、ラブと一緒に写真が撮れるみたいので、もうめっちゃねポーズ撮ってるプリクラがあるの。しかもね、一人で撮ってんだよ。5歳とか6歳の時に一人で プリクラ撮ってんの。ソロでプリクラ撮ってんだけど、まあ、ラブも一緒だったから、まあ、ソロではないんだけど撮ってるんだけど、その写真ね めちゃくちゃ面白いんだけどね、多分持ってないんだよな。もうね、その写真、私もその時の写真の私可愛すぎて本当に大好きなんだけど、さすがに持ってないよな。誰から送られてきたかもいまいち覚えてないんだけどさ、まあ、ママかばあちゃんなんだけど、さすがにないんだよな。しかもいつ頃もらったかもいまいち覚えてなくて、でも本当にもうめっちゃポーズとってて、もうめっちゃ可愛いんですよ 今見たらね、超恥ずかしいんだけど、めっちゃ可愛いのね。めっちゃ見せたい。超見せたいけどマジでない写真。いつもらったんだっけな。でも去年だよな、絶対に。なんか定期的にね、実家から昔の写真が来るんだけどね、本当に面白いの。
当時の自分って何考えてたんだろうって思うんだけど、あのね、可愛いっていうのは見た目が可愛いとかじゃなくてアホで可愛いのよ本当にアホで可愛くて、もう何してんの自分って、本当アホだねっていう方の可愛いなんだけど、でも全然見つかんないな、ないってことなのかな。この携帯でちゃんと保存できてる？できてないのかもしれないしさ、見つかんない。全然見つかんないけど、アホのアキちゃんは見つかったわ。アホなアキちゃんは見つかった。アホなアキちゃん。なんでハッピーバースデーのあれをつけてるかは分かんない。なりきってたんだろうね、本当に。本当になりきってたんだと思う。ばあちゃんから送られてきたのかな。普段通りや普段通りでした、すいません。普段通りのあきちゃんでした。あきちゃんって本当に面白い。ないですね。懐かしい写真がいっぱい。これはアホなリオちゃん、見える？これはアホなリオちゃんね。やっぱないな。これは私が一番好きなおだちゃん、かわいい。あ、これ出したかな、これ出したかな。これは男化した私男の人に加工できるアプリで男の人にした私。なんかね、ちょっとだけパパに似てんだよね。じわじわ来るよね、これ。めっちゃじわじわ来ない？これこれ結構じわじわ来るんだよね。あ、こっちの方がパパに似てる。こっちの方がパパに似てる。これは私、これこっちの方がちょっとパパに似てる。絶対乗せてたか、乗せたよね、やっぱり。そんな気がしてた。こんな感じ？こんな感じじゃない。もう全然見つかんないわ。全く見つかりませんでしたけど、本当に本当に見せたくてたまらない。もう本当に面白くて、本当に面白くて、本当に面白いから。最近ハマってることがあってさ、最近ハマってるのがね、あの宮崎犬の宮崎犬のインスタライブを見ることなんだけど、あれめっちゃ面白いよ。なんかね、もうなんか無心で見てる、ぼーっと見てる、もーっと見てますね。なんかもうなんかずっとね、なんか折り紙してたりとか、なんかずっと工作してるんですよ。ずっと工作しててなんかこの間クリスマスとかだったからかな、クリスマスとかはお正月とかだったからかな、あ、そう、ひむかのやつだからかな、なんかずっと工作してるんだけど、やっぱ手とかモフモフじゃないですか。もうね、すごい可愛い、本当に可愛い。なんかもうぼーっと見てる、なんか無心で見てる、可愛くって。ママからね、送られてきたんだけどね、昔のその10周年本でさ、10年前の写真を
送ってくださいってなった時に、ママがパソコンでね、なんかうちにあるパソコンでなんか調べた、見てみたんだって、その今までの写真をね。そしたらね、これが出てきたんだって。これ誰かわかる？みんな、これわかる？これね、富吉さん富吉さんなんだよ。これ、これ出てきたんだって。これ出てきたんだって。だから私がね、パソコンで保存してたんだって。やばくない？これがね、当時の多分ね、最新の写真とかなんですよ。だから私が保存してるんですよ、パソコンかなんかで。すごない？このセーラームーンの服どこで買ったんだろう。てか足長、感激しました自分に。やっぱないな。でもムチムチすごい。小学校の頃のお友達とかいっぱい乗ってるから見せられないけど、ムッチムチですね。小学生で、小学生だったのかな、コロコロ。あ、小学、中、ギリ中学生なんじゃないかな。ありそうでないな。めっちゃありそうなのに全然ない。富吉さんとそんなに年の差あるの？でもこの時も富吉さんだってもう中学生とか高校生入ったばっかりとかじゃないのかな。もうののお母ちゃんの写真が大好き。熊本で会った時のののかちゃんの写真を見返してます、何回も何回も。可愛くってね、大好きなんですよ。もう一回送ってもらうしか、それな、もう一回送ってもらうのもちょっとめんどいな。あのののかちゃんだよ。あれ、チア、チアの衣装の生写真って出ましたっけ？出てないよね。出たか、出た、出た気がするか、出たのか、出たか。大体見逃してる、本当にわかる。こういう時大体見逃してる。熊本楽しすぎたね。熊本マジで楽しすぎた。熊本はね、本当に楽しすぎたよね。でも本当にね、あれに関してはみんなが声が出せなかったのも残念だけど、もしみんなが声を出してたとしたら、みんなの方が死んでた説はあるよねみんなの方が死んでた説はマジでありえるよね。あの時の瀬戸里でさ、みんなが声出せたらね。ママ絶対ショールーム見てないよ。てかね、恥ずかしいから見ないでほしいしね。ノンストップだった。熊本は上手のスターさん可愛かった。何の話やねん。てか髪の毛伸びたな、すごく。うわ、パンケーキ食べたい、ラーメンも食べたい。これ何のラーメン？あー、めっちゃ美味しそうなラーメンの写真がありましたあ、そうだ、ゼップ、そう、ゼップもね。ゼップってなんか私さ、ゼップっていう名前だけですごくテンション上がっちゃうオタクなんで、まあ、ゼップオタクってほどゼップが詳しいわけじゃないんですけど、なんかやっぱゼップってもうアイドルみんながなんかそう、なんていうの、出てるところじゃないですか。もうゼップっていう名前だけでテンション上がっちゃうんですけど、なんかね、ファンの人に、ファンの人、ファンの方にこの間のお話し会でなんか
今度のゼップ出るのって言われたんですよ。で私マジで何の話か分かんなくて、えみたいな、ゼップって何ですかみたいな、えなんかゼップのあれあるんだよみたいな言われて、えみたいな、何の話ですかとか言った2日後ぐらいにゼップのイベントに出ますって言われて、めっちゃ恥ずかしかったよね。あこれかみたいな、おファンの人の方が全然知ってるわみたいな。知らなくてそのイベントがあることをね。なんかよく見てみたら最近すごいツイッターで回ってきてた、そのそのちゃんとさやまるのサガのラジオかな、ラジオのイベントかなんからしくて、だから私なんかそのとさやまるがイベントするんだと思ってたんですよ。なんかそう、そのとさやまるがイベントすると思ってて、あのそしたらみんな出させてもらえるみたいで、ファンの方に「全然知らない、私出ないよ」とか「本当に申し訳ないんですけど、全然知らないよ私」とか言ってて、「何の話?」って言ってたら、あの本当に数日後、本当に数日後に出ることになりました。はい、出ることになりました。ありがたいですね。もうゼップ大好き、ゼップ大好きオタクなんで、本当嬉しいです。あすごい、そうこれね、あのもう出てきた時に感激して、もうなんかもうニヤニヤが止まらなかった写真、もう入ったばっかりの時、マリアさんがまだもう中学生とかの時なんですけど、で見えるかな、日向とマリアさんと3人でねプリクラ撮ってるんです。もうマリアさん見える、めっちゃ可愛くない、しかもね、わかんないんだけどね、何この家族って、家族って何家族っていうさ、落書き何って感じじゃないですか。マジで本当に面白くって、マジで笑っていました。もう可愛い、大好きなんです、この家族プリクラ、マジでやばい家族プリクラマジやばくないですか。もう本当に大好き、この家族プリクラ、ひらがな家族でもね、このね落書きはね、多分全部ひなたが落書きしてるんですけど見てください、見える、宮崎、宮だけ漢字でザキ切れないでしょ。群馬に関しては全部ひらがな、大阪だけめちゃくちゃ堂々と漢字で書いてるんですよ。多分全部ひなたが書いてるんですよね。本当に面白い、懐かしすぎてもう一人でめっちゃニヤニヤしました。大好き、ああ面白い、本当に昔の自分って何考えてるんだろうってめっちゃ思いますよ。本当に面白い、小さくてメンバーに見えない、確かに親戚のなんかいとこの赤、意外と宮崎って書いてって言われても書けんかも。えそんなことある、都道府県はさすがに書けるくないですか。多分、栃木はいけるか、茨城とかがちょっとギリギリかも。茨城って岐阜はね、茨城がね意外と出てこないかも。あ新潟ね、新潟はでも見慣れてるかな。あ茨城ね、はい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 、滋賀と佐賀はね行ける。あ茨城木か城で迷う、わかるわかる、茨城言うて偉い、茨城ね、茨城、栃木はかけそう、なんか
なんかでもなんか急にクイズとか出されると分かんない。山梨はねギリかけるよ。でも私の一番はやっぱり茨城だったかな。茨城と岐阜かな。茨城と岐阜は結構ギリギリか、ギリいけないかも。大阪に茨城市があるんだって。さすがにね市町村とかあの県庁所在地とか言われるとちょっと分かんないんだけど。僕住んでるところやんって言っていいの？石川が一番いい時間。確かにね。でもさ鹿児島とかもさ意外とじゃない？鹿児島も沖縄より鹿児島の方が書けなさそうじゃない？鹿児島難しくない？鹿児島って書いてみてって言われてさ、なんか鹿児島ちょっと難しい気がしない？書いてって言われた時。そうそうそう、真ん中のその「か」「ご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 」の部分とかさ、いまいちさ「えっ、どんな感じだっけ？」っていけそうじゃない？あ、なりそうじゃない？確かに新潟のガタって感じはね、なんか一生わかんない。なんかさ、なんていうの、どう、なんか形はわかるけどみたいな。じゃあ鹿児島は書けるけど、でもなんかその鹿児島って書いてくださいって言われてさ、ちょっと自信なくない？自信なくなりそうじゃない？合ってるかなみたいな、こう自信満々に書けない気がする。そう、手書きしないからね。そう、手書きしないか分かんないんだよね。あと何だろう、何があるかな。何があるかな。でもやっぱ大分って、なんでこれで大分って読むんではなりました。急に沖縄じゃない、急に大分、これで大分って読むのはなんでってなりましたよね。鳥取ね、岐阜も岐阜でしか見ない。確かに。うわー、群馬は群か群か、わ、今まで分かってたのにそうやって言われるとどっちか分かんなくなっちゃう。群馬の群が。宮崎も都の城とか難しい地名あるよね。でもさ、私からしたらすごいさ、こう馴染みのある地名だからさ、難しいと思ったことなかったんだよね。沖縄とか難しそう、地名。てかさ、小学校の頃の自分さ、なんか都道府県のさ場所も覚えててさ、全部のさ都道府県が分かっててさ、で都道府県県庁所在地まで分かってたんだよ。天才じゃない？今言えって言われたら絶対言えないもん。なんか四国ら辺のさ県庁所在地さ、すごい難しいじゃないですか。松がすごいつくところあるじゃないですか。そう、本当に今思ったら本当に、あ、そうそうそう、この雑
なんとか雑なんとかクマみたいな。そういつもねこれね、いつもね調べるっていうか、いつも見て電車の中で見て、あそうそうこうやって読むんだよ、こうやって読むんだよっていつも思い出すんだけど、いつも忘れる。あそう、高松、松山、松江、そう、あ雑書のクマ、そういつもね見て、見た見た見た、覚えた覚えた、雑書のクマ、雑書のクマ、雑書のクマって覚えて忘れるんです。マジで難しい。行ったことないんだけど、行ったことはないんだけど、やっぱ見て気になるじゃないですか。え、なんて読むみたいな、どこやねんってなるじゃないですか。いつも見て忘れるんですよ。明日は分かんないですね。そう、触れないと覚えないですよね。覚えられない、読めないですよね。最初のクマは特に何もないからねって、なんかあるでしょ。腹を張るって、確かに春日原とかね、旅に行きたい。旅いいですね。ももち、そうももちも読めないですよね。ももちわかんないも、最初百道百道みたいな、でももちを百の道って書いてももちって読むのもなんかやっと最なんていうのあれした、やっと一致しますよね、住み始めてから。寒くて鼻水が出る。東神町とかね、北条や、北条やも分かんないね。だってさ、いつもさ漢字はなんか出てきてんのに、なんて読むか分かんなくて、なんて言ったらいいか分かんなかったもん。メンバーの名前難しい。メンバーの名前全員分書ける自信マジでない。雑書のクマ、リミカ、リミカむずいね。一番書けそうなメンバー、一番書けそうなメンバーっていうのはどういうこと？私が一番自信あって書けるってこと、それともメンバーの名前を一番漢字で書けそうな人ってこと？こうやって聞かせすると当てるメンバーあんまり、そう意外とね、意外と東映ってミュージアム初めて見た。そうなんですよ、なかなかいないんですよね。メール打ちます。今日なんかすごいね、顔がね漏れてます。今日なんか顔漏れてますので。いい感じですね。あれ同じ写真かな。なんかもうね、自分でねどれがね上げててどれが上げてないのかもうね分かんなくなっちゃってんですよね。送ったぜ。
れてる盛れてないの基準は可愛いか可愛くないかです。ただそれだけ。はあ、リーナさん、世界の背にリってなんだろう、草冠にあれのリかな、あの指原さんのリにならんの、自信ない、ちょ見てみよう。おー合ってるやん、合ってた。ゆうきと楓の血の違いは HKT 分かる、最初本当にね分かんなかった、てか今未だにねいまいちね楓の方、あうん、いや分かった分かった分かる分かる分かる、いける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 。メンバーに手紙書くと思える、確かに。フランフランのミニヒーター場所取らんけおすすめ、ミニヒーターいいね、縁紙かけるよ私多分。でもそんなにね私ね、なんか頭いいぶってるけど全然頭良くないんですけど、だからねちょっとね意外と描けないんだけど、なんか白い写真ないかな、白い写真ちょっとあれ、なんか白い写真ないかな、あれ、かけるかける、これでかけてなかったら超恥ずかしいけどね、じゃない、反転してる、うわー、ユエルむずい、ユエルむずいです、ルがわかんない、ルユー、私の知ってるルはこれしかない、え合ってるじゃん、合ってない、合ってる合ってる合ってるよね、合ってるじゃん、合ってた。急に漢字クイズ大会、エレタンさんめっちゃ自信ねー、エレタンさんマジでわかんない、待って、全く思い浮かばない、あ、なんか違う、あ、ん？これ？こうかな？これ？レがわかんない、何もわかんない、お、合ってるくない？え、合ってない？合ってる？合ってる？合ってるじゃん。え、自分が一番びっくり。合ってるの。合ってる、合ってることに自分が一番びっくりしてる。いけるやん。いけてるやんけ。楽しくなってきちゃって。
でももうね、リミカは書けない。リミカのリは分かんない。葵さんもね、私全く書けないよ、マジで。葵さんに関してはね、本当に申し訳ないんだけど全く書けない。もう新しい漢字作るしかないもんね。お、待って、いい、なんか違う気がする。でもマジこんな感じ、こんな感じなんだよ。なんかこんな感じなんだよね。なんかこんな感じ、形は合ってると思うんだよね。いやー、なんか違うんだよな。なんだろう、いが分かんない。青に関して待ってるかも分かんない。いや、これはね、もう絶対に合ってないです。分かんないもん。あ、え、なんだろう、もう分かんない。これかな。あ、口か、口だ。もうこのね、ここが本当に分かんなくて、口だ。こっちはね、合ってるよね。こっちでした。覚えました、覚えました。今ので多分覚えた。書いとこう一応。あ、皆さんのスクショして載せるときはこっち載せてください。こっち載せてくださいね。スクショしてなんか載せちゃうかなってときはこっち載せてもらって、リミカは本当に書けない。あー、あかりちゃんね。あかりちゃんも書けないかも。書ける書ける。これじゃない？違う？合ってる合ってる。ほら、あかりちゃん書ける確かに。でもどの漢字、3文字だったことは覚えてるけど、どの漢字でこれかなみたいなのは確かにある。意外と書けました。ゆうなちゃんの漢字はね、いつもね、どっちか分かんない。ママ書けるやん。それな、ママ書けてるやんママは書けてましたひろなは書ける。小田はね、こうだよね。小田はね、こうなのよ。で、モカもこっちなんだよねモカも合ってるよね。モカも加えるだよね。ちょっと待って、実らで覚えるじゃないですか。武田とモカ、うん、モカも加えるなんですよ。であれですよね、
萌川香る、萌川香るかな、違う、萌川香るだよね。おお、うわあ、さやまる自信ない、さやかめっちゃ自信ないな。え、待って、全く今ね、さやまる、あ、ち、思い出した、あ、ちょっと一本線多かったわ、これじゃない、さやかじゃない、合ってる、おお、やっぱね、ほんとね、マジで自信ないし合ってるかもわかんないけど、漢字の形で覚えますよね。形で覚える。あと誰？うわ、ひなの、ひなの、ひなのマジで後藤を。え、待って、ガチでわかんない。ひって何？これはね、全くね、出てこない。え、これはね、降参です、全く出てこないです。え、それだ、それです、それです、書いとこ、ひなのの、ひなのね、覚えましたよ、ひなのちゃん。ひなの、ひなの、ほんとだ、これじゃん、なんでわかんないわけ、ほんとにさ、ありえないよ、ほんと、もう今怒っとった、怒っといたんで、ほんと。わ、いおりちゃんね、あ、メール来たの。メール来たの、早っ。いおりちゃんはね、なんか、なんていうの、ピナってさ、ピナって覚えてるからさ、漢字の並びがね、いまいち考えたことなかった。いお、え、りって何、いおりちゃんのりって何、ちゃんのりって何？私の中で一番しっくりきた形、ひおり？そう、後藤ピナなのよ。合ってるじゃん。合ってた。ここまで覚えてるの？ここまでは。楽しくなってきてるよね、ほんと。はい、出た、ゆうなちゃん、マジでゆうなちゃんの漢字ほんとに覚えられない。ゆうなちゃんの漢字ね、一生覚えられないんですよね。一旦書いてみる。毎回別に自信ない。合ってるか合ってないかだけ教えてくれる？合ってる？合ってる。おお、やっと、やっと覚えました。やっと、やっと覚えた。ゆうなちゃんのね、ここに点がいらないよっていうやつね、覚えました、覚えました。もうね。点いらないんだよね。ね。さえちゃん、さえちゃんってどういう感じ？さ、あ、
さえちゃんはこうでしょ。さえちゃんこれじゃない？さえちゃんこれじゃない？違う？あ、王いらないのか。さえちゃんは王がいらないのか。そっか、やっぱり彼女はなんか漂う貴族感があるからちょっと王ちょっとつけちゃいましたね。やっぱただやっぱ貴族っていうかもうお姫様だからちょっと王つけちゃいましたね。さえちゃんね、オッケー、さえ様。6期生のキラキラネームの子入ってきたら分かんなくなりそう。分かる、6期生の名前難しそう、今どきそう。寒い、手が冷たい。優勢解説とかに、確かに意外と書ける。さえちゃんって自分の名前漢字書けるのか。書けるやろ。難しい名字、あ、確かに九州って結構難しい名字多いですからね。へえ、星と姫と書いてキキララって読むんだって、すごい。名字。楽しみだね、ほんと。なんていうの、ありま殿、有馬殿。予測変化出てこないと無理やりひらがなで書いちゃう。めっちゃわかる。私もさ、なんか漢字別に難しくないんですけど、その漢字自体はね、でもやっぱ読めないじゃないですか。で読めないし、あと画数多くて時間がかかるんで、時間がない時とかはひらがなで書いちゃいます、名前。難しい漢字がいっぱい入ってきたからもうわかんないです。もう漢字が難しくってもうね、コメント欄が読めません。あら、タワー立ててくださったんですか、ありがとうございます。高橋康樹さん、タワーありがとうございます。いつも見逃しちゃう、ありがとうございます。なんか僕も立てたよとか言うのあったらぜひマジで皆さん言ってくださいね。私すぐ見逃しちゃうんで、もう分かんない分かんない、みんな何言ってるか本当分かんない。はるかちゃんが全ていなくなる HKT、 でもさ、今までさ、はるかちゃんと田中さんとリ、指原さんのリがの名前のリって漢字がついてる子は各期いたのに、4期生だけどれもいないんですよね。はるかちゃんは3期生さんはいないか、もうその全てに該当しないのが4期生。半になったら終わりますね。明の浜駅、確かに難しいよね、明の浜駅。
私いまだにさ、リオちゃんがさ卒業公演でさ、リオちゃんって昔卒業、あ違う違う違う、リオちゃんって昔梨の花のようにキラキラ輝きたいって言ってたよねって話の時にさ、リオちゃんがさ「ああ言ってたね、お花枯れちゃった」って言ったのがね、私いまだにツボで 卒業公演になんてこと言ってんだっていうのもあるし、もうリオちゃんっぽいのも面白くって。いまだに思い出してちょっと笑っちゃいますね。マジでいまだに笑っちゃうんだよね。リオちゃんのさ4期生のさ MC さ、もうリオちゃんが面白すぎてさ、もうなんかもう面白すぎて泣いてたもん、あの日ずっと。リオちゃんが面白くって泣いてた、あとお芋ちゃんが泣きすぎてて面白くって泣いてましたね、ずっとね。4期生ラインで草しか言わないのは本当だよ。い まだにね、私ね、村重さんの卒業公演が終わってからね、こっちのね二重のね二重がずっと不調なの。あの日にむくんでから、あの日に号泣して、やっぱあの時リオちゃんの卒業公演とアイアライブと村重さんの卒業公演がもう連チャンで来てたから、もうねずっとなんか泣いたりばっかりで蓄積されてて、もうねあの12月からねもうずっと二重幅が不調なんです。 みんなが泣かすから。みんなが泣かすからね、もうねずっとね二重幅がね不調なんですよ。ほんと。流線バグってたよね。あと1週間でリオちゃんの卒業公演見れなくなるって、みんな今のうちにいっぱい見とき いっぱい見といて、今のうちに。そうじゃ、まだ1ヶ月経ってないのか、ほんとじゃん。まだだって、あでもそっか、あとちょっとでもう、そうなんだよ、ちょっとで1ヶ月だよ。チームオレンジの声もう見れないの、悲しいね。もうあのメンバーでチームオレンジ公演はできないのにね。楓ちゃんまだ1週間なの？マジで？そういえばラジオで今年は2キロ痩せるって言ってたけど、正月は太らなかった。お正月ね太ったと思ってたんですよ、ここの顎のね肉が。こうやって触ってみて、なんか太った気がするなって思ってたんですけど、今日公園に行った時に劇場で、なんだっけあれ、体重測ったら太ってなかった。楓ちゃんの SNS 消えてるんだ。あ、そうなんだ、寂しいね。でも多分ね、その帰ったっていうか、そのなんていうの、直後、お正月直後は多分ねちょっと多分太ってたんですよ。で、最近やっとね前と同じ生活に戻ってきて、戻った気がします。
目の視界でその杉ハッピーは珍しい。確かにね。でも確かにそのあそこ、私もさ、ハルタンさんの卒業発表の日さ、急に司会、最後の司会が変わったことでさ、察しちゃったからさ、自分でやっぱりみんなには秘密にしてたって言ってたから、あれなんじゃない、変えたくなかったんじゃない。本当だ、もう30分になりますので、じゃあもう終わろうかなと思います。もう寒すぎてもうね、鼻水がねここ辺まで来ちゃってるので、みんなに鼻水が見えられないうちに終わっとこうと思います。みんな見てくれてありがとうございました。あきちゃんまだ携帯の調子悪いみたい。姉ちゃんふん大丈夫。あきちゃんね、天中殺らしいですから。でも何事もね、天中殺だって思ったら仕方ないって思えるマインドにもなれるんで、皆さんあんまりね天中殺調べない方がいいですよ。今年ついてないなって思うの結構しんどいんで、私の天中殺は再来年からです。じゃあねみんな、バイバイ、おやすみー。